おはようございます。6月14日火曜日の朝です。鳩さん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上の1羽、2羽いますね。鶏も灰ですね。おお、鶏も可愛い顔をした灰です。成長して活躍してほしいですね。出社口を開けて社会を開始です。もう一部の鳩は外に出て飛び上がってます。今出てくるのは若干出遅れ気味の鳩たちです。2番子が多いのかな。2番子と成虫が多いような気がします。今日の2番子はどういう飛び方をしてくれますか。楽しみです。飛び始めた鳩たちです。飛んでいる鳥は多分1番子がメインで、それに成虫が一部、2番子も何羽か混じってるかもしれないですね。まだまだ小さな集団で飛び始めました。今日の天気は曇り、風は北風、3メーターぐらい吹いてますね。ちょっと強めの風、これ以上強くなると社外するのが嫌だなというふうな、そういうふうな風が吹いてます。上空には上がらず、割と低いところをこう旋回してますね。厩舎の屋根の上に止まっている2番子たちですね。住所管の位置からすると2番子ですね。1番子は全部は見えないんですけども、いないような感じですね。この鳩たちが1番子と一緒に飛び出してくると、羽数も増えてきて賑やかになると思います。もうバタバタしてますから、何かの拍子で飛び上がりますね。厩舎の屋根の上にいた2番子たち飛び上がりました。集団が少し大きくなりました。このくらいの集団になってくると、なんとなくこう鳩の社外っていう感じがしますね。こう飛んでる姿見ると、まだ集団についていけない鳥がいたりして、集団から離れたり、まだまだ飛び方が不安定ですね。あと 2,3 日かな、例えばみんなこう集団から外れずに集団行動で飛ぶことができるようになると思います。もう少しですね。毎日のこう成長を感じるというこの時期です。ご機嫌で厩舎の周りを飛んでいましたら、他厩舎の集団15羽ぐらいですかね、15羽から20羽ぐらいの集団が私の鳥の集団に目がけて寄ってきて合流しました。だいぶ羽数が増えましたね。賑やかになったな。私のうちの厩舎ももうじきこのくらいの羽数で飛び始めると思います。ここまで羽数増えてくるといいですね。鳥に勢いがついてきて、飛翔スピードとか鳥と鳥との感覚の取り方とか、そういうことも含めていろいろ勉強なんじゃないかな。うちの集団心配なのは2番子が飛んでますんで、この2番子がこの合流してきた他厩舎の鳥に引っ張られて遠くへ行かなきゃいいななんて思ってます。まだまだ飛び続けている鳩たちです。他厩舎の鳥、栗ですね、降りてきました。どこの厩舎の鳥かな。ああ、わかりました。隣の連合会でいつもお世話になっている方の鳩ですね。毎年こう、うちに遊びに行きますんで。まあ、その流れの一つですね。多分これ、しばらくこう遊んで自分の家へ帰るんじゃないかなと思います。2番子たちはね、屋根の上にいるんですけども、1番子の鳥、遠征に行ったみたいで、まだ20羽ぐらい戻ってきてません。遠征に行っていた1番子たちが今戻ってきました。まあまあ数的にはこんなもんですね。若干請求も混じってると思いますから、まあ揃って戻ってきてますんで、失踪はしてないんじゃないかなっていう気がします。まあもともと1番子は失踪する心配はないんですけども、他厩舎の鳥と合流して他厩舎の鳥が戻ったので、それと一緒に他厩舎の方へ飛んで行って
今戻ってきたようです。この鳥居が降りてきましたら呼び込んで今日の社外は終了したいと思います。もう十分ですね。このハッタチは飛翔時間50分ですから、今日もよく飛んでくれてます。天気は悪いんですけども、いい社外になりました。ただいまの時間は6時50分過ぎたところです。屋根の上にいた鳥が飛び上がりました。今一緒になって社外してます。もう1時間ですからね、降りてきていいと思うし、2番子そんなに長い時間ね飛べる体力はまだないんで、もう降りてきていいと思うんですけども、まだまだこう運動不足だったみたいで、遠征から戻ってきた鳩につられて飛び上がってます。降りてきましたね。10分ぐらいお付き合いで飛んだという感じの2番子たちです。もう降りてきましたら即呼び込んで今日の社外は終了です。この天気ですから、なんとなくこう猛禽が出そうだなっていう嫌な予感がしてますんで、屋根の上では遊ばさずに今日はすぐに呼び込みたいと思います。鳥が降りてきましたので呼び込んで今日の社外を終了させてます。今日も順調な飛翔ですね。特に2番子が集団となって飛び始めてますんで、まあ、日に日に今日も成長したなというのを実感できるような2番子の飛翔です。これからですね、2番子の疾走シーズンは、今日みたく他厩舎の鳥が遊びに来たり、それに引っ張られて遠くの方へ飛んでいってしまったり、そういうことによる疾走というのはこれから増えてくるんじゃないかなと思います。昨日の遅かった厩舎もそろそろ昨日した最初の鳥が飛び始めたという話も聞いてますので、近所の厩舎の鳥もうちの方に集まってくる可能性もあります。空の上がすごく賑やかになって、あともあっちの厩舎へ行ってこっちの厩舎へ行ってということで、出入りの激しい時期になりそうです。他厩舎の栗、厩舎の中に入ってきました。可愛いですね、栗さんだから。もう一羽、他厩舎の鳥、同じ厩舎の鳩です。ハイゴマ、これも入ってきました。2羽ですね。まあ可愛い綺麗な鳩ですね。これからこういうことがしょっちゅう起こる季節になりました。近くの厩舎だったら問題ないんですけどね、遠くの厩舎に迷い込んだりして連絡来るとこれは大事になります。なるべく失踪しないでほしいなと思うこの頃です。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。